ちは。服装が一緒なのことは皆さんお察しいただきたいんですけれども、はい、もうサンプルが来ました、はい、まだ見てないですよね。見てません。どういう形になったのか早速、はい、はい、じゃあいきますね、はい、本当見てないですか。本当に見てない。もうちょっと出してください。おお、すごいいいじゃないですか。え、めっちゃいいじゃないですか。え、めっちゃいいじゃないですか。何回も言ってる。めっちゃいいじゃん。かぶってみます。あ、いいですよ。はい、どうですか。これはですね、うん、デザインをデザインのこの刺繍のところですね、うん、あまりこう主張させず、うん、でもおしゃれにさりげない感じでかぶれれば皆さんこう手に取っていただけるかなと思って同色にしました。糸このニューエラさんのロゴはしっかりこう目立つようにして、うん、ニューエラかぶってるぜ俺、うん、感を出してかぶってほしいなと思ってこの同色の糸でちょっと考えてみたんですけど、どうですか。なんかね、めっちゃシンプルだけどリンゴルフって。そう、うん、そこです。何のデザインかぶってるのかなって近づいて、あ、リンゴルフじゃん。黒完全にそうです。こっから見るとロゴが見えないんですよ、はいはい、なんかおしゃれな帽子かぶっとるなと思って、うん、え、リンゴルフじゃん。そう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 、ね、そのタイミング、そのタイミング、そのタイミング、はいはいはい、ね、うん、そういうことですね。どうですか。リンゴルフの人、いいですよね、リンゴルフの人感がある。え、すごいいいと思うんですけど、ジガジさん。白かぶると、うん、僕の中ですよ、うん、なんかね、リンゴルフ軍団みたいな感じにどういうこと。なんか、ね、結束高まってるかも感じ。かぶってる人たち同士の一致団結感が出て始めた。そうそう、ね、うん、え、良くないですか。多分ちょうどいいと思うんですよね。最初のはちょっとちっちゃめで、この余白がちょっともったいないなと思ったの で、うん、で同色なのでそんなちっちゃくてももったいないと思ったので、うん、ちょっと大きめにしました。で後ろも女性でもポニーテールが出るように、うん、このプチプチにしてます。じゃじゃーん、来ました、バイザーです。こう横にはこのリンゴルフのリンゴルフのマーク入ってます。ベニューエラさんのマークも入ってます。ほい、鮮やか。はい、セブンに行った時に働いてそうみたいな感じビール売ってそうみたいな感じ。感じいいです。ビール売ってそうです。ビール売ってそうですね、はい、感じいいです。あ、これすごいかぶりやすい。これはですね、この B オリジナルっていう字体も私考えたんですけど、はい、うん、こうなんか形にとらわれず、なんかこうオリジナルの自分でこうオリジナルのものを選んでほしいなと思って、そのままの思いをちょっと込めました、うん、で、なんと裏はわかるかな。あ、ここね、うん、ここ、うんうん、こうおでこ当たる部分は、はい、あのパイル生地、うん、で作ってもらいました。タオルっぽい感じですかね。うん、そうです、うん、ちょっとこうファンデーションとか汗とかつきやすいとこだと思うんですけど、ここが一番、うんうん、で結構こうサラッとしてるのでファンデーションもつきにくいし汗も結構吸ってくれるの でまず痛いっていう、普通の生地だと結構バイザーって痛いと思うんですけど、締め付けられる感があると思うんですけど、はい、これはもう全然超フィットです、はい、めちゃくちゃいいです。どうですか、この横の、なんかこの 一連の流れっていう感じがして、このそうですよね、ここからこのくるーっと、そう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 その通りです。そうで、なぜこの黄色にしたかっていうと、うんうん、なんか夏これぐらい鮮やかな黄色のバイザーをかぶってるとすごく映えるような気がして、うん、で冬だとしてもちょっと差し色で使えるかなと、うん、何でも合わせやすいようなちょっとネイビーにしてみました、うん、すごく良くないですか。いや、いいと思う。もう見慣れた感じですね、なんかね、この色味は皆さん、うん、ちょっとこう冒険して挑戦したいなっていう方はもうぜひこちらもおすすめです。本当に私も欲しいこれ。どうですか、このサイズ的にもちょっとこうなんだろう、小顔効果的な、あるここまでビーってこう文字があるので、ちょっと小顔効果にも見えるようにも考えたんですよね。あ、そうなんだ。そうなんです。目線がそっちに行きます。そうなんです、うん、ここにこれぐらいの文字数だと、うん、ちょっと余白が出るので、うん、
横長にして、うん、ちょっとこう小顔をもたらすようなイメージでもしました。いろいろ考えてるんですね。もちろんです、皆さんのためにぜひ手に取っていただきたい、はい、なんかあれジャパネットどうですか皆さん。そうですね、これ最初にあの3月22から24のゴルフフェアで発売されて、はい、あとはリンゴルフのイベントとかで発売しながら限定で EC で発売して、はい、もう初回生産で終了してします。で、売り切れたらまた次のデザイン作っていってみんなで楽しんでいけたらなと思います。これねそうそうそう、ここね皆さん、ここ同色だからちょっとうんってなってますけど、うん、限定で作ったんで限定ですからね、うん、そう、これはゲットした方がいいんじゃないかな。ニューエラさんに一回聞いてみたかったんですけど、はい、このシールってどうしたらいいんですかっていう問題って多分あると思うんですよ。ここ、よく聞かれます。そうですよね。ここのシール問題ですね。もう答えはお好みです。あ、もちろん剥がしてもいいし、よくあのヒップホップのアーティストとか、はい、あの誇らしげに貼ったままかぶってくれたりしているので、そっち系がお好きな方はそうしていただければいいです。これもともとそのサイズが探しやすいために、うん、そうですよね。頭のこのサイズ書いてありますもんね。そういうことなんだ。ね、7と2分の1。そっかそっか、こっちはワンサイズって書いてあるからっていうことなんだ。いや、私は貼ったままだと、貼ったままだな、私貼ったまま派。貼ったまま派、うん。でシールとかって別売りとかじゃないですもんね。もう一個買ってください。そういうことです、皆さん。そういうことです。大好きだな。そう、私ね、このフラットの持ってるんですけど、うん、はい、雨の日にかぶってシール濡れちゃうと思って、うん、シール濡れちゃう。シール濡れて剥がれちゃうと思って。濡れてもね、結構剥がれないですよ。あ、本当ですか？逆、まあ端が浮いてホコリとかついちゃうとパカパカしちゃうんですけど、普通に貼ってて濡れるだけでも全然ないんですよ。あ、本当ですか？はい、そう、なんかシールを守るがためにちょっとキャップを断念した日もありました。すごいこと言ってるな。さっきお聞きしたんですけど、平つば曲げていいらしいですね。ここ。うん、こう曲げて、まず勇気を持って曲げる。うん、あ、帽子になった。帽子になった。このままでも OK、うん、自由ですからね、うん、それこそこの B オリジナルですから、皆さん、はい、そこはオリジナルで、自分のオリジナルで、そこに繋げる、そうそうそう、はい、そういうことです、はい、よろしくお願いします。ゴルフフェアでこちら販売しますので、はい、限定です。これを逃したらもうありません。ぜひ手に取ってかぶってご購入してください。はい、はい、お願いします。気持ちがたくさんこもってます。お願いします。